って言ってもあれは別に何かがあるわけではないよ。この辺は黄色っていう感じ？黄色。でこれがピンクか？うん。違う感じですけど、これだね。オレンジ。これ赤やね。うん。足の辺は赤なの？なんかここからさ、うん、こんな感じ、なんかこんな感じ、こう広がってるの、なんかおもらしみたいなそんな赤い感じで赤い色が出てきてるの、下の方ね。面白いね。でね、うん、ピンクなのか青なのかね、なんかこの辺はもうなんか微妙な感じ。微妙っていうのはどんな感じ？なんていうの？模様も虹みたいな。虹？こんな感じ。いろんな色が混ざってるのかな。うん。手が難しい。手は黄色いんだ。うん。何？これ黄色はいい感じのパワーが出てそうな感じ？それ関係なく？分からん。その意味はこういう感じかな。でね。黒じゃん。この辺がちょっと黒。あの機関士があんまりあれだからかな。それはわからない。で、この辺はね、こんな感じ。この辺は青いの。お腹が冷えてんのかな。それもいいじゃん。知らないけど青いんだ。うん。でもこれオレンジの方がいいのか。こんな感じだよね。手の周りはなんかこんな感じ。暖色系な。なんかだんだんそれっぽくなってきたんじゃない？うん。こんな感じかな。こんな感じで。クレヨンでよかったはず。こうやってもあれだから混ざらないかな。うん、こんな感じかね。なるほど。本当ね、うん、こもこうだわけ。黄色なの？そう。でもこれやるとなんか顔が変になる。ほら今やったらなった。元の黒がちょっとあれだね。クレヨンじゃないので下書きを描いた。クレヨンだから混ざるからね。いいのか。表現できる。なんだろう、元の人物はボールペンとかで描いといた方がいいのかな。ああ、それはあるかもしれない。それは手かもしれないね。鉛筆でか。鉛筆とかね、混ざらないようなので先に書いとく方がいいかもしれない。でも面白い感じ。うん。こんな感じ。ほう。本当はもうちょっと青がある。この辺青があった方がいいんだけど。なんか青が。こんな風にみんな大体いろんな色が入ってんの？うん。へえ。何色が強いっていうのはあるけど、うん、その日によって違うよ。あ、本当。今日がこんな感じってこと。そうそう。でも大体結構こんな感じ。へえ。怒ってる時もうちょっと黒いけど、こんな感じ。おかしいね。お腹が冷えてるのか。多分お腹が冷えてるかなんかなんだと。そうだね。今日はちょっとあれ。でもさ、ここが赤いのになんで冷え性なのかがわかんないんだよね。普通上が赤い人多いんだけどさ、ここが赤いのがなんかわからない。出血してるみたいな感じになってるけど、なんかタラーンこんな感じかな。わかりました。じゃあこんな感じですね。はい、わかりました。はい、どうも。これうまくできたんじゃない？うん、なかなか。うん。では以上ですね。はい。